元政治家。衆議院議員、国土政務次官、実政務次官、自由民主党副幹事長などを務めた。父は、郵政大臣、衆議院議員を務めた、久野忠春。愛知県知多市に生まれる。東海中学校、高等学校から早稲田高等学院に転校。早稲田大学理工学部土木工学科卒業。大学卒業後は、日本歩道。 日本道路公団などに勤務し、高速道路などの道路工事の現場責任者として活躍する。竹下登の中部地区担当の施設秘書を務めた。1990年2月18日に行われた第39回衆議院議員総選挙に、政界引退を表明した父中野の後継者として、自民党公認で、旧愛知2区から立候補。再開ながら初当選した。 2月19日から20日にかけて、前地田町議会議員の森下統一や、講演会渋谷区員らが、買収容疑で逮捕されたが、自身は、刑事罰を免れた。当選後は、刑政会に所属した。1993年の総選挙で再選。1996年の総選挙では、新進党新人ら4候補を破り、3期目の当選を果たした。 国土政務次官、実政務次官、自民党副幹事長などを歴任した。当選当時の愛知県は2005年の愛知万博や中部国際空港の開港を控え、東一郎は建設族、国土族の議員として、中央と愛知県のパイプ役として、大いに期待されていた。また、国土政務次官在任時に発生した阪神、淡路大震災では、 災害対策本部長を任され、実際に被災地に数ヶ月も泊まり、復興に尽力した。しかし2000年の第42回衆議院議員総選挙前に、自分は政治家に向いていない。親父の後を継いで10年間一生懸命頑張ったが、もう限界だと述べ、正解を引退した。後継は10歳年上の元環境長長官、参議院議員の大木博広であった。 引退理由の中には、1990年代の、政界の激動に、国会議員として納得がいかないということもあった。2007年、朝日、重光は明受賞。2020年1月8日、死去。82歳没。ノブ14位。ありがとうございます。